ブラックベリー 8707H はカナダのリサーチインモーション製のブラックベリーシリーズのスマートフォンである。日本のほか、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、豪州と世界中で発売されている。2006年にブラックベリーでは初の WCDMA 対応機8707シリーズがリサーチインモーションからリリースされたため同年9月に初めて日本で NTT ドコモのフォーマ回線で利用可能となり、日本で初めてブラックベリーエンタープライズサービスと共に発売されたブラックベリー端末である。発売当初は OS 自体が日本語に対応しておらず、表示言語、入力言語ともに英語となっていたため、NTT ドコモ USA のナミメールという日本、語用メールアプリなどが利用されていた。 2007年7月に日本語の表示及び入力機能を備えた OS バージョン4.22がリリースされ OS を入れ直すことで日本語の入力が可能となった2008年8月には個人でもプッシュ型のメールやメッセンジャーやネットサーフィンその他アプリケーションが利用可能なブラックベリーインターネットサービスも開始され9月にはです BIS どもに利用可能なブラックベリーデュアルサービスに対応したメーカーブランド端末安心サービスが受けられる。そのため3年間は故障修理無料、破損の場合も修理代金が税別5000円以内となる。その他にドコモスマートフォンケアによる電話での操作、設定方法等のサポートを行っている。ありがとうございます。